さあ小島さとしウエスタンラリアットの序曲が鳴り響いております。ここはブレンバスターの体勢、丸藤が切り返していく逆水平、おっと2人で手首を掴んだままチョップ打ち合う。ああここは井上さん意地を張り合いますね。そうですね、これ重要な局面になってきますからね。ここからどういうふうに試合を優位に進めるかはこの攻防にかかってますからね。ちょっと小島選手当たりがでも効いてますね。マルフジ選手、マルフジが一瞬しゃがみ込みました。まだお互い手を離しません。ああ小島が拒絶します。まだチョップを打ち合う。離せつってんじゃん。さあ小島をかわしてこう。この辺の当て感はやはり皆さん素晴らしいですね。そうですね、そしていろんなカードが切れるというところが丸藤選手の強みですよね。本当に多彩な技を持ってますね。そして首をこう掴んでコーナーを駆け上がる丸藤の知らぬい、知らぬいで小島返しました。チャンピオン、タッグチャンピオンは小島、挑戦者丸健は丸藤です。さあここはコブラクラッチ式のいやダメージ逃げ場なかったですよ今。いやこれはえぐい。さあカウントが杉浦の声がこだましました。杉浦15分経過。さあ1月1日は健太と並び立つ丸藤がここで勢いをつけるか。ポールシフトを狙います。しかし小島がこらえる力が入る場面です。小島上げた垂直ブラッカーブレンバスター。三峰さんここまでいかがですか。いやちょっと本当にどちらが優勢ともわからない感じですね。お互いにやはり気持ちが強い。さあここでサポーターを脱ぎ捨てる。さあ丸藤来るぞ。黄金の右、あっとしかしかかと落とし、あフックキック、わあいったー。あーしかしカバーいけない。アップホール行きたかったですね小島選手。二人が倒れ込んでいます。天井からのカメラ、これはとんでもない戦いになってきた。タカがサトシとタッグのベルトを取った時から俺は狙ってました。おっとついに宣戦布告。パートナーはおどちらかなのか。パートナーはケンタだ。今新日本プロレスで活躍中のケンタ。お前さんマルケンだ。今のケンタにちょっと興味ありますね。ケンタは本当にやってくれるかもわかんないし。小林さん杉浦君に入ったはずじゃないの。いいんだ、びっくりすることがいっぱいあればそれだけプロレスが面白くなる。小林さんと組むのやってくれるよね。